上杉との一戦を経て自らの正しきを見定めた光秀はこれを全うすべく一層力磨きに専念する。その頃越前には次期将軍候補の足利義昭も滞在しており、光秀の名は義昭にも知られるようになっていた。光秀が朝倉の客商となって数年が経ったある日、とある勢力が近江に侵入したとの報が入る。長政からの援軍要請を受けた義景は直ちに出陣。光秀らも浅井朝倉軍に加勢すべく越前を立った。光秀編第三章、明星北近江の戦い。長政殿、北近江が織田の侵攻を受けたというのは誠か？来たな光秀。ああその通りだ。奴らの侵攻、想像より迅速だったようだな。申し訳ありません長政殿、私が上洛への協力を渋ったばかりに。いいんです義景様、織田の強引な要求なんて飲む道理はないですから。近江を好きに荒らされちゃ俺だって黙っていられねえ。朝倉と浅井で奴らを迎え撃ってやりましょう。ええ、我らの安寧共に守り抜きましょう。はい、俺の刃も存分に振るってみせます。ついに再び織田と向き合う時が来た。信長殿、そこにあなたもいるのだろうか。使命を果たす。織田の侵攻を食い止めれば。しかし信長殿がいないのが気がかりだ。織田信長は本陣に控えてるんだろ。ならそこを目指して突き進むだけだ。とその前にまずはあそこの味方を救わねえとな。長政殿、義景様、両家の総大将と共に戦い抜かねばな。そういや半兵衛から指示受けてたな。よし撤退だ。受けてみろ。京極丸で敵を食い止めれば義景様も安心のはず。よしやるぞ。敵の先鋒は倒せた。お前たちもう大丈夫だからな。救援感謝いたします。浅井にいるのはもしかして光秀さんだ。行きそうでよかった。光秀さんがいるとなると敵の兵力と動向を見積もり直したいな。みんな頼んだよ。なんだお前は。さては織田の手下だな。覚悟しろ。残念、潜伏を察知されたか。鹿之助のおかげで残りの伏兵も特定できた。直ちに残らず切り伏せよう。さてと、俺たちはここから攻め上がろうか。お前ら支度を急げよ。これで脅威の目は残らず冷たか。敵の攻撃緩む気配がありませんね。こちらも一層警戒を強めましょう。
チューン、蹴取られたか。仕方ねえ、あんたはここで撃たれる。やったな、この調子で突き進むぞ。うむ、柴田殿の策は破られたか。敵もなかなかやるみたいだ。そろそろ次の策に取り掛かろうかな。信長様の準備も整うといいけれど。頼んだぞ、ハンベ。おいらは浅井の大将をやりに行く。開門。氷国丸を落とす。者ども、続け。敵が進軍してくるみたいだ。何を来ようが全員倒してやる。おいらが相手だ。俺たちの邪魔はさせねえ。こいつを倒して本陣への道を開くぞ。まあ足止めくらいにはなったろ。一旦下がるとするか。開門。覚悟しろ、織田信長。信長がいない。奴は一体どこへ。兄様はここにはいないよ。あなたの相手はこの私。覚悟して。行くせ。くそ、やりづらそうな相手だが、あいつを倒して本陣を制圧するぞ。そろそろ音を上げてもよいのだろう。一人で守るのは辛かろう。諦めるもんか。俺が京極丸を守るんだ。苦戦救援艦。鹿之助が窮地。急ぎ助太刀に向かわねば。負けたまんまじゃ終わらないから。本隊のみんなも精一杯戦ってるみたいだ。俺も頑張らないとな。本陣が落とされただと。この砦も危ないぞ。逃げろ逃げろ。開門。行くせる。信長殿の所在も気がかりだが、今は北方で戦う鹿之助の助太刀が先決か。開門。想定以上に敵の兵数が多い。減らしておかねば後々苦しめられそうだ。来たね。いいよみんな、姿を現して。目の全てで。平門、受けてみろ。伏兵か。敵将ともども倒して進め。天下無双、それほどの力が俺に。先へ進む。待っていろ鹿之助。開門。味方があんなに振るってんだ、絶対に負けられねえな。手間取って鹿之助の助太刀に遅れるのはもってのほか。敵の討滅を急ごう。久しいわね、利水。なぜか私に刃を向けるつもり。敵としてまみえし以上、目の全てでうがち抜くほかありませぬ。ごめん。もう言っちゃえるか。俺が敵を止めたろ。さっきは子孫じたが、次はやったるぞ。開門。次から次へと。邪魔するならば切り捨てねば。敵
天下無双、それほどの力の俺にこれで憂いなく戦いに臨めそうだ。皆狂っているようですね。私も今できることをなさねば。邪魔をしないで。俺の全てで。くそ、耐えきれない。開門。織田勢がここまで迫ってきましたか。いささか苦しいですね。共にうがち抜けたか。受けてみろ。助立ちの子を乳働きにてお返しいたす。それがしは長政様の護衛に回らん。敵将切り伏せた。叶う相手ではなかったか。さあかかってこい。俺の全てで。敵将切り伏せた。悔しいがここまでか。光秀の手並み俺も見習わねえとな。浅井も浅倉もまとめてひねってやるぜ。狙うは浅井が大将、長政だ。目の全てで。者ども進め。手を抜けてみろ。今度は絶対に負けないんだから覚悟して。浅井長政、これで長政殿への脅威を打ち払えたか。災いは残らず穿つが我が務めゆえ、より一層奮起せねば。俺の力の礎となれ。聞かせていただこう。私ここまでなのね。お前は信長殿、久しいな息災だ。人の言葉を皆まで聞かず未だうつけか。そういうお前こそ相変わらずの石頭だな。お前は、お前は俺がやる。信長殿の戦ぶり、初めてまみえたあの時を思い起こさせるような。久々の対決だ。俺を楽しませろ光秀。望むところ、必ずや勝利を収めてみせる。かかれ。存外やるわ。だがそれ式で俺を倒せると思うな。行くせよ。ならばこちらも天さんの成果今こそ見せん。行くせよ。強くなったな光秀。楽しめたぞ信長殿。あなたこそ一回り大きくなったようだ。吉影様、奴ら
天下一新ってのを目指してるそうで、そのために俺らの力が必要らしいです。天下一新、ひとまず俺は織田に協力しようと思います。もちろん朝倉には手出しはさせない約定は結びました。わかりました。気を使わせて申し訳ありません。どうしました光秀？俺も信長殿と共に行かせてはいただけませんか。これまでの恩を仇で返す不義は承知の上ですが、俺は光秀、元よりあなたは客商、縛られることはない。新たな道を見出したならば己を信じ進みなさい。鹿之助、あなたもです。雨子の再興をなすならば織田と共に動いた方が都合が良いはずです。へへ、吉影様は何でもお見通しなんですね。越前でたくさんのことを学ばせていただきました。このご恩は決して忘れません。こちらこそ、皆の前途に幸を多からんこと。いやー、信長様、すっごい威厳だったな。光秀、昔は仲良くやってたんだろ？それもすごいな。仲良くなど、あの自分は俺もまだ青くてだな。冗談だって。とにもかくにも光秀も俺もこれで一歩前進だな。あの日月に誓った通り、俺は強くなって毛利を倒して雨子を再興するな。俺もこの力を信長殿のため惜しみなく振る。それこそがかつて見出した俺の正しきことだ。心よく送り出してくださった吉影様のためにも、この歩みを止めはしないだな。よし、俺たちはここからだ。お互い頑張ろうな、相棒。